はーい。今日あれよ、その唐揚げくん風のやつ。これが、唐揚げくんになってるかな。はい、唐揚げくんの部分を食べていきます。これ1年分の今食べていい。何それ、唐揚げくん。あ、衣じゃ食べていいよ。いくで、ちょっと唐揚げくん食べてよ。間違えた。いいよ、それも食べていい。いきます、いきます。いいよ。あっこ、めっちゃ熱いで。あ、今日もお芋ご飯に、お芋あった、え、なかったわ、かぼちゃや。食べていい？うん。どう？どうか感想欲しいわ。うまい。うまい。唐揚げくんになってる。うん。唐揚げくんっぽくなってる。あのローソンの唐揚げくんをお家で作るっていう。そう。どう？ネットで見て。見た目は似てるね。中もふんわりしてるから、うん、似てる。ほら作ってるね、今。でじっくり揚げて。作ってます。買ってきてないよ。あ、作ってます。食べたい。めっちゃお腹空いてんね。最近唐揚げくん食べたいと思ってない。うん、唐揚げくん食べたいと思ってる。うん、てかパパ唐揚げ自体がもう好きやから、うん、パパお弁当何でもいいよ。唐揚げくんでも唐揚げさんでも何でもいいよ。唐揚げさん何でもいける。唐揚げやったら唐揚げおじさんでもいける。それ何味？結構こってりっぽいな。唐揚げおじさんは唐揚げくんはふんわりやろ。うん、本日はなんかソースとか入ってるの。いいじゃん。卵ないよね。唐揚げさんは卵はもうないですね。甘いから、うん、スイーツみたいな唐揚げさん。チーク何してる。出なくなってないやんな。知らん。噛めてるみたいになってるけど出れなくなってる。違う、落としたおもちゃを拾えちゃう。あ、拾ったね。はい。何それ。イエーイ。パパのお味噌汁、山盛りだった。お腹空いてるやんな。うん。じゃあ、今日の給食2回おかわりした。大地どう？うまい。うまい？うまいよ。唐揚げくんいけてる？うん。で、なんて給食おかわりしまくった。3回か。ご飯何やった給食おかわりしたやつは。かぼちゃの天ぷら。おお。大きしてもらった。うまっ。いや、マジでもう、はち切れるほど食べる。そう、近かった今。何食べすぎやん。いや、撮影してるもん。いいやん。うわ、うまそう。いらないともらっちゃうで。やめてください。じゃあ食べて。撮影中やって。じゃあ食べて。やめてください。じゃあ食べて。撮影中やって。やめてください。どっちやん。じゃあ食べて。判断そう。まだ入ってた。やめてー。やめてー。頼む。歌を食べて。食べるって。10秒以内。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、よし、来た。どうぞ。やめてー。やめてー。